ミュージックメーカーズ作品69は、エドワード・エルガーが作曲した、コントラルト、または、メゾソプラノと合唱、還元楽のための作品。我が友ニコラス・キルバーンへ検定された。初演は1912年10月1日に、作曲者自身の指揮、マリエル・フォスターの独唱により、バーミンガム・トリエンナーレ音楽祭で行われた。テクストは、アーサー・オショーネシーの、 ボードから取られており、曲には詩の全文が用いられている。作曲は移植を受ける以前の1903年から断続的に行われていた。夢見る芸術家を叩いた詩文がエルガーの金線に触れたことは疑いがない。1912年までにはイギリスの芸術界の一員となっていたエルガーであったが、よく見ても彼がこの社会に抱いていた感情は曖昧な。 物であった。オードは、冒頭より、創造的な芸術家の孤独を描いており、その雰囲気は明確である。We are the Music Makers, and We are the Dreamers of Dreams, Wandering by Lone Sea, Breakers, and Shitting by Descript Streams。我らは音楽を紡ぐ者、そして我らは夢を紡ぐ、物ひとたび波が打ち寄せれば放浪し、錆びれた小川の淵に腰を下ろす。 後の節では所属する社会における芸術家の重要性が称えられる。音楽は大部分が内気で詩的な雰囲気に彩られており、エルガーの複数の過去作品からの引用が行われている。引用の入りの部分には言葉が引き金となっているものもある。例えば、ドリームスという歌詞はゲロンティアスの夢の主題を伴って現れ、シー・ブレイカーズは海の絵の冒頭によっている。 他にも、公共曲第1番、第2番やバイオリン競奏曲、エニグマ変奏曲のニムロット、さらにはルールブリタニアやラ・マルセーエズも引用される。しかしながら、引用型ということは、決してなく、曲の大半は新たに創作されたものとなっている。また、エルマーは、お正ネシーに多大な敬意を払っており、合唱と独唱の音色には、優れた感覚を示している。 曲は1912年のバーミンガムトリエンナーレ音楽祭からの移植を受け、同音楽祭で初演された。当初、この作品への批判は音楽よりも死へ向けられたものが多かったが、非俗、内政的であるとしてそしりも受けた。この作品のを耳にする頻度、とりわけイングランド国外での演奏機会は多いとは言い難い。自作からの引用はリヒャルト・シュトラウスの 英雄の生涯を想起させるものである。しかし、込められた意図は異なっており、エルガーは芸術家を英雄ではなく詩人として描いている。出典ありがとうございます。